はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。うい、うい、つうことで、本日ね、夜に起きたんですよ。夜というか22時ぐらいに起きたんですけど、起きたらブレイブグラウンドが始まっていたので、少々やっておきました。とりあえずブレイブポイントコンプリーティングと、まあ、あとちょっとって感じかな。 SSR チケットもらったんで、まずは気持ちよく SSR チケットを回していきたいと思います。ブレグラ SSR 確定ガチャ、新キャラ引いちゃうよー。で、今回は引け、あ、これめちゃくちゃ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しかった。びっくりしょ。ね、なんと、2枚欲しいんだよな、かぐや。サブ枠とメイン枠。そう。かぐやね、俺の中ではサブ枠とメイン枠で2枚欲しいんだけど、これなんか引けたの嬉しいね。まあ、今4凸1枚しかないんで、2枚目を探していました。ありがとうございます。はい。で、今回のブレイブグラウンドの変更点としては、覚醒レベルが追加されたので、覚醒レベルをちょっと触っていきたいと思います。はい。なんか結構ツバイシェーデル、格闘だよね。これとかは結構初心者目には嬉しいかなとは思ったりしたね。で、まあ、ビスマルクも、すげえ強くて、まあ、方天画撃、初心者向けっつうか、ごめん、嘘だわ。初心者向けは嘘だった。方天画撃を持ってない人はツバイシェーデル覚醒が嬉しそう。で、方天攻撃持ってる人はビスマルクが嬉しいのかな。まあ賞味どっちも作れって話なんですけど、はい。まあ素材だけは集めておいたので、ちょっと触ってみましょう。最終条件解放に必要なのがエレメントが2つ、ごめん、200個だね。と、こちらのトンカチ、漆黒の大槌、所持数9ってなってるから、まあ覚醒レベルに必要なタイプの、まあ要するにこれマグナアニマ枠になってるのかなと思います。じゃあ条件解放します。チャリーンチャリーン、ピン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 、キュンキュン、ボタンを押せ、キュン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 。で、じゃあここからビスマルクのレベルを覚醒するにはね、レベル200が必要みたい。まあ今までの覚醒のやつとはあの違って優しくないですね。他の覚醒ってレベル150中100とかでいいから、レベル150ぐらいで覚醒できんのかなと思ったら、どうやらね、レベルが200じゃないとか、覚醒できないという、まあこれぐらいできますよねと言わんばかりの運営の圧倒的な圧、よろしくお願いします。覚醒はこれ、覚醒ボーナスって全部同じなのかな。あ、待って、 EX 更新が伸びるんだけど、そうだよね、同じじゃないよね。うん、EX 更新プラス 2% ということで、普通のやつは攻撃力 25% とか、ベンヌユミとかがそうだね、土属性のベンヌユミとかは通常更新に加算されるタイプでした。更新 25% だったんだけど、ビスマルクは、EX 更新がギュインギュインのズドドドドドと伸びるみたいですね。覚醒ボーナス、合計何パーセント？さあ、僕は足し算ができるのでしょうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15%。EX 更新 15% 伸びるみたいですね。シャドウオブアームズも、待って。これさ、最大値まで伸びたらアスポン超えね？ちょっと足りるかな？ 100 個と6個あるんだけど、とりあえず、大体多分ね、こういうのは金のハンマー15個。俺の記憶が正しければ、他の武器とかは金のハンマー15個あったらいけたから、多分ね、これ90個でマックスになる。俺の勘がそう言っている。チャリーン！ほら、レベル15。これが最大値だ。そうですね。まあ、ちょっと上限ガウスの、覚醒マックスまでするの、少し大変そうだな。ちょっと大変そう。1本はできたけど、俺2本目とかちょっと大変だな、大変だろうなって思ってしまいました。うん。EX 更新 15%、攻撃力500。ちなみにじゃあ、あ、いいところあんじゃん。いいところありますね。黒銀の滅相とビスマルク入れ替えてみようか。黒銀の滅相とビスマルク入れ替えたら、あ、落ちるわ。待って待って。あ、待って。EX 更新の数は？EX 更新 55%。EX 更新は 55% だったのが、アストラルウェポンを入れると何パーセント？ 2%、 2%！ じゃあ更新されましたね。撃滅戦武器の上位武器として君臨することになりそうですかね。
じゃないですか、結局のところ。撃滅戦、今までは、その他 EX 工人スキルレベル15武器、撃滅戦武器、アストラルウェポンって構えだったのが、撃滅戦武器の次に、解放されたブレグラ武器という、まあ、上位のウェポンが世の中に存在しているという、まあ、そんな構えになったわけですね。へえ、まあ、EX 工人といえば最近はボルテージウェポンが結構流行っている印象なので、そこら辺を考えると、まあ、EX 工人の価値っていうのは落ちてきたように思うんですが、まあ、そのあたりの煽りを受けて、少しバフしてきたっていう、 EX 工人をバフしてきたのかなっていうような感じはしましたね。あー、そっかそっか、なるほどね。これはでもおもろいですね。そっ、めちゃくちゃ伸びるんだ。へえ。じゃあちょっとこれ闇属性の武器にしてみて、試しに闇属性の武器にしてみた後に、これ今 EX 工人 0% だと思うんですよ。 EX 工人 0% でビスマルクをぶち込んでみましょう。おいしょ、ビスマルクをポンとぶち込んでみた結果、35%で撃滅戦、闇の撃滅戦の武器は 35% だったんだけど、こっちは、はい、 25.5%。 はあ、まあこちら EX スキルがつくから、そう、 EX スキル、スキルレベル20とはいえ EX スキルがついて、まあ攻撃力 3.5% みたいな、攻撃力 3.5% 最大値、通常攻撃ダメ上限とか、まあいろいろちょっとこう おまけ的なちょっとおまけ的な要素がつくと考えると、一括で外してよろしいでしょうか。これで、これを強化レベル継承、あれ、素材にできる武器がありません。ここら辺の EX スキルがついているっていうことを考えると、まあ一概にプラスとは言えないとはいえ、それはそれとして、よいしょ、強化する、なんか変わりそうですね、素材決定、おらおらおらで、こちらですね、はい、まあこういう風にしたりしてそれはそうか。なんかこれで変わったことといえば、マジで EX 工人って1本で良さそうですね。うん。どういうことかっていうと、今までその EX 工人2本入れてたみたいなのが多かったんだけど、まあ1本入れても特に1本でなんか EX 工人枠は問題なさそうかな。初心者の頃は2本突っ込んで法人工人は削ってたけど、まあなんか EX 工人1本で十分稼げてそうだから、まあこれでいいかなって感じはしなくもない。ただグラファイトウーツがあるから、ビスマルクはそのあたり、どうなってるかっつう話だよな。うん、ビスマルクはグラファイトアーツスキルレベル20でアビダメ上限 20% でしょ。これさ、アビダメ上限って最大 100% あるんだよね。そう、これアビダメ上限が最大 100% あって、スキルレベル20まで上がるっていうこのビスマルクは、まあなかなかおもろい。アビダメ上限アップ系統の終末スキルを入れてしまうと、50% 上がるんで、オメガ枠のアビダメ上限が 50% となると、まあ3本2本入れておくと、90%、3本入れると 100% ってなる。まあ2本入れて、まあ、アビダメゴリゴリにしたいときは2本とか3本とか入れたくなるのかな。はい。まあ EX 工人がゴリゴリ上がってアビダメ上限が上がるっていう、このビスマルクっていうウェポンはかなり優秀そうかな。うん。それ以外にも、まあ俺今素材を全部消費しちゃったんで作れないんだけど、ツバイシェーデルだよね。格闘メインウェポンにしてる場合だったら、まあツバイシェーデル、ブロースキルを持ってるこのツバイシェーデルは優秀かなって感じはする。ただまあ法典外機あったらこの拳はあんま使わねえかなってことで、俺は優先度的には後回しにするけど、ビスマルクちょっと2本作っときてえな、なんか欲しくなっちゃった、最低でも、うん、5本、いや5本使うならさすがに週末アビダメ上限、オメガアビダメ上限入れるから、まあ5本はいらんと思うけど、2本は欲しい、持っといて面白そう。特に最近闇属性の編成ってさ、あれあるじゃん、リッチョとかフェディエルとか、闇シスもそうだし、アビダメ系多いんだよね。
闇って浴びだめ上限が上がるビスマルク強そうだな。はい、そんなわけで、まああのブレイブグラウンドがやってきたので少しやってたよって話でした。ちょっとじゃあ僕もう一本ビスマルク作っていきますわ。はい、参考になれば幸いです。皆さんもご意見あれば教えてください。じゃあね、バイバイ。